坂夫婦です。今日は永平寺にやってきました。来たいってな、早く言ってたしな。うん、福井調べて、永平寺に心惹かれました。今日はあの御朱印帳買ったんで、御朱印をもらいに行きます。行ってきます。見えへん。きれいな水。ああ、きれいな。寒いな。雪積もってんの。高さやばない。あんな積もんねんな。なんか空気がいいな。澄んでる。澄んでるな。この杉、杉の木らしいねんけど、めちゃめちゃ、何年やったかな、めちゃめちゃ長いこと育ってるらしい。いっぱいあんねんて。千年じゃない。違う、嘘。それはやめて、嘘をつく。すごいよね。ほら、大きいもん、木。すごい。背高。伝わりにくいかもやけどな、これ。迫力あるね。なあ、靴ひもほどけた。膨れるか、靴ひも膨れるか、ちゃんと膨れるわ。お揃いやな。はい、すごい。いや、空気が変わったな、急に。これ分かってへんやろ。何がやねん。あー、すごい。こういうとこあんま来たことないけどさ、めっちゃいいな。ありがとうございます黄色。この形が変わるで、階段までちゃんと。人生一点ではありません。本当に変えてるのっちゃ、どう生きるか。あえて死ぬ。一度の人生をどう生きるか。なんかめっちゃ刺さる言葉心に刺さる言葉めっちゃある。やばい。履物を揃える。なるほど。
ありがとうございます。もうか初の御朱印かっこいい。なんて書いた。常用伝。常用伝。やったな。嬉しい。嬉しい。もう行こうか。次や。次。花粉どう？平気。平気。プレーンを買いました。おっちゃんだるまやで、だるまプリンやもんなっていただきます。おいしそう。やらかもっと硬いんかなと思った。硬めもあったな、もう一個。うん、うまい。めっちゃおいしい。食べへんの。1個しか買ってへんやん。ちょうだいよ。はい。似てる？そっくり。ほんまや。柔らか。おいしい。な。滑らか。うん。うん。うまいな。なんか甘いもん久しぶりに食べた気がする。わかる。タカヒロ昨日チョコ食べてたやん、知ってんで。いやいやいや、でもちょっとちゃうやん。うまっ。何？ごちそうさまでした。美味しくいただきました。うん、美味しかった。はい、ということで永平寺行ってきました。はい、ありがとうございました。よかったね。うん、御朱印もいただきました。初御朱印。初に御朱印ね。感動した、なんかちょっとお子さんと出会う、せっかくの。かっこいい。しかもこの御朱印帳裏に跡がつかへんっていうの、なんかまあ分からへんねんけど普通なのかどうか。初めて御朱印帳買ったし。墨が染み込まないっていう紙を使ってるやつ。そうそう、めっちゃいい感じのやつ。お気に入りやな。うん、ありがとうございます。で、永平寺の近くにあっただるまプリン、ほんますぐそば、スンって行けた。歩いて1分ぐらい。お、車で来た。めちゃめちゃ美味しいんで、おすすめです。美味しかった。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、ということで本日も最後まで見ていただいてありがとうございました。ありがとうございました。この動画が少しでもいいなと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。せーの、バイキュー。ああー。